いらっしゃいませ。ありがとうございました。
山上さん。
ごめん。Thank you.
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
さん。いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。
横に移動します。よく狙っ次はどこを狙いますか。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。よく狙ってください。次はどこを狙いますか。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。よく狙ってください。どこを狙うかが移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。次に進みます。横に移動します。よく狙ってください。次はどこを狙いますか。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。よく狙っ次はどこを狙います。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。おめでとうございます。横に移動します。よくどこをうまく狙えましたか。移動で動きます。繰り返しプレイすることで上達します。横に移動します。次はどこを狙いますか。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。おめでとうございます。よく狙っ次はどこを狙いますか。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。横に移動します。よく狙っどこを狙うかがポイントです。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。繰り返しプレイすることで上達します。
しばらく寝とけっての。じゃあね。
なあ。八神さん。八神くん。お。はい。
ええ。はあ？八神さん。お願いします。
どこだ。八神さん、
いえ。八神さん、八神さん。え？お願いします。
八神くん。はあ？はい。いや。はい。
これが証拠だ。あの、うん、
ありがとうございました。ごめんなさい。昨夜、松金組の人が撃たれたそうですけど。うん。八神さんの知ってる人ですか？いや、特別面識はなかったよ。あれ？もしかして心配してくれてた？いえ、別に。よう、八神、羽村の頭と揉めてんだろう。この間の無罪蒸し返すなって、頭からクレームが来たぞ。ああ、すいません。いや、それはいいんだがよ、お前大丈夫なのか？ええ、もう向こうも俺に構ってる場合じゃありませんから。昨夜、松金組の人間が撃たれたんです。はあ、ったく、またしばらく荒れそうだな、カムロ町は。
した顔してんな。いい加減にしろよ。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。勝ってこい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
八神、ちょ、何しに来たんだお前。お邪魔か。お邪魔かだ。もし頭に見られたらお前ん、あ、いや、そんなに心配することはないか。もう頭もお前に構ってる場合じゃねえし。昨夜の銃撃事件のせいでか。まあ、そのすぐ後頭は事務所を出てそれっきりだ。サツが来た時にはとっくに雲隠れしてたよ。で、何の用だ。ボサッと突っ立ってんのは一応客なんだからよ。たく、座れ。昨夜から松金組は大変だね。ああ、事務所はサツでごった返してる。俺もこれ吸い終わったら行くんだけどよ。何しに。事務所の守り固めにだ。組のもんは全員招集かけられてる。なるほど。それにしてもなんで教令会は急にやる気になったんだ。今までおとなしくしてたのに。ふん。今向こうのナンバー2ってのがカムロ町に来てんだよ。関西の方からわざわざな。ナンバー2。教令会の若頭で塩谷サトシ、バリバリの武闘派で、ゆくゆくは小馬会長の後目だ。じゃあ昨夜の銃撃はそいつの指図。ああ、しかも塩谷が本当に狙ったのは多分羽村の頭だ。あ、なんでそんなことが。わかるんだな。こいつは夕べ殺された栗本の写真だがよ。うう、どぎついな。両目を撃ち抜かれてる。ただ見せたいのは顔じゃねえ、服装の方だ。ん、この服が何だって。昨日は頭もこんなジャージを着てたよ。え、栗本とは年も背格好も似ている。頭も気づいたはずだぜ。本当は自分が狙われたってな。なるほど、
それで慌てて雲隠れした。笑っちゃ悪いのかな。お前ずいぶん余裕だな。頭を狙う教令会にしたらよ、それを無罪にした連中も十分的になる。そうじゃねえか。じゃあ俺も狙われるの？いや、お前より新谷ってやつの方が危ねえ。法廷で弁護してたのはあいつだろ。ああ片木が極道に狙われたらひとたまりもねえぞ。まあ俺が新谷の身内なら一言警告してやるとこだ。もういいだろ。俺組から招集がかかってる。そろそろ行かね。
キムさん、よう優等生やろ。元気だったかい。まあ、誰だ。京浜同盟の葛西だ。この前は世話になったな。なんでお前が。八神さん、相手にしちゃダメです。キムさん、大丈夫。静かにしやれ。お友達が大切ならこいつの店に来い。今すぐにだ。くっそ、あいつ。厳しいな。入れませんよ。ほら、下がって、下がって。神さん、すみません。相変わらずムカつく顔だな、優等生野郎。そっちはそっちで相変わらずの間抜け面だな。なんでってこれ。おお、そいつが八神さんか。八神さん、噂は聞いてる。あんたえらい喧嘩が強いらしいな。そりゃどう思う。俺は本田、京浜同盟の本田レンジだ。よろしく頼むぜ。本田、お前も一緒にこいつを締めるぜ。一緒に。
行くぞ、てめえら。ほんだ。なあ、で。てめえ、血迷ったか。おいしい喧嘩だ。大勢でボコるなんざもったいねえったらありゃしねえ。邪魔するってなら、お前らも容赦しねえぞ。おい、何なんだよお前。あんた、俺と喧嘩しろ。は？俺はあんたみたいな猛者とやり合うためにこの組織に入ったんだ。だから、今すぐ俺と喧嘩しろ。俺、暇じゃねえんだけど。八神さんよ、この世に喧嘩より優先するもんなんてね、違うか？はあ。さあ、おしゃべりはおしまいだ。存分に楽しもうぜ。あんた噂以上だ。最高だな。おい、こっちはつまらねえ喧嘩に付き合わされてうんざりだよ。そうか、俺には楽しんでるように見えたぞ。根っからの喧嘩師だぜあんた。だが今日はここまでだ。何？通行人が殺に通報してやがった。そろそろやってくる頃合いだろう。行け。喧嘩より優先するもんなんてなかったんじゃないのか？あんたが捕まっちまったんじゃ喧嘩を楽しめねえからな。八神さん、逃げましょう。早く。おい、今日は楽しかったぜ。またやろうな、八神さんよ。ここまで来れば多分大丈夫です。キムさん、さっきのやつ、あれ何なの？噂聞いたことあります。喧嘩狂いの本田、京浜同盟四天王の一人だと聞いたことがあります。四天王？そんなのがいんの？はい、京浜同盟の中でも特に目立っている4人がそう呼ばれているそうです。葛西、本田、そして榊場、古賀。彼らはそれぞれ派閥を持っていて多くの部下を従えているそうです。つまりあんなのがあと2人もいるってわけか。その中でも古賀派は同盟の中でも最大の派閥と聞きます。武器の密売でたくさんお金を稼いでいるらしいです。だからヤクザも彼らには手が出せない。古賀か。そいつまで出てきたらちょっと厄介だな。すみません、私のせいで八神さん、あいつらの中でますます有名になってしまったと思います。まあいいさ。八神さん、気をつけてください。ああ、キムさんもね。
らく寝とけって。いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。八神さん。